大変なことになっております、はい、水浸しです、はい、あ、大丈夫だとは思うんですけど、どうしてしまったんでしょうか。水をね、止めてるっていうか、こうじんわり出てきてて、私たちもマット敷いてあるので、あ、すみません、すみません、あ、漏れてるっていうか、それを取る、奥田先生ってみたら、あ、めっちゃ美味しそう。おやつがもう作れませんよ。本当に作れませんよ。根本からちょっと。でもこれね、もしかして、あ、すごい、なんかキッチンとかにリフォームされちゃった。やったー。じゃあちょっと綺麗にのびのびの設備をもう。ちょっとすいません、子供が来た後なんでね、汚いですけども、あ、あちらでお電話の対応してらっしゃいます。え、そこから潜るの？すごい。忍者じゃん。めっちゃテンション、めっちゃテンション上がってる。下から、え、下から上がってきてる。ほらほら、何？シャワー。温度差がすごい。すごい焦る男子とテンション上がってる女子。水で喜ぶってもう。下に。え、で、シムシムが潜るの？え、なんでですか。業者、え、潜るんですか、業者さん来るのに。出てこれなくなる。そう、私も帰ってこれない話かと思いました。見合いになっちゃう。下開いてるんですか。下開いてる。みんなでライト、うん、みんなで記者会見みたいになってる。みんなでライトじゃないよ、佐々木は動画撮ってんだよ。私は撮ってます。私ここからじゃあ、あ、いや、撮って。こっち側から。あ、すごい。ちょっと山田さん、何も見えないと。ちょっと待って、山田さん、何も見えません。どこ行っちゃった？どこ行っちゃった？頭突っ込め、頭突っ込めじゃん。え、どこ？え、どこ？どこどこ？映ってる？どこにいる？え、映ってる？あ、足だ。足がある。床だ。あ、すんごい体勢ですけど、山田さん潰れたカエルみたいになって、え、山田さんが潜るんですか、もしかして。最初に来れないって体硬いから。あ、帰ってきた。マットの下が、あ、待って、分かりました、聞きます。詰まっちゃって下に降りないと思います。ちょっと待ってください、シムシム、はい、あの今夜何かあると困るから、今夜一晩中そこにいて水見張っとけって感じです。元栓閉めるんでいいです。何があるか分かんないから、業者さんが来るまでそこにいろ。え、じゃあ豊泉さん、何か出前をお願いします。出前をお願いしますって言ってますよ。出前なら頼めばいいじゃん。いいんだよ、自分のお金なんだから遠慮しないで頼みなって言ってる。出た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 って。はい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 、そうですね。どうでしょう。はい。